じゃあ、いや、そうやね、自分の嫌なとこないでしょ、天野ちゃん。あります。ここ嫌、どこですか。いっぱいあります。欠点ゼロですよ。あります。ないですって。あります。いや、絶対ないですって。あります。それないですって。どこが欠点なんですか。そう、それであるって言ったらみんなに名簿刺されるよ、あんた。これであるって鬼やっこどうなるんですか。そう、すごい綺麗だったじゃないですか。鬼やっこ、綺麗っていうか、まあやっこ姉さん、やっこ姉さん綺麗ですよ。すごい綺麗。でも安室さん何にも欠点ないですよ。いやいやいや、欠点だらけなんで。自分の嫌なとこどこなんですか。それは秘密です。すごいいっぱいあるから恥ずかしい。あるね、あるんですね。はい。何なんだろう。あるやろ。いや、山ほどありますよ。そうな、山ほどありますよ。そうか、欠点しかないぐらいですよ。いや、そんなことない。今日はね、胸をセクシーにね、いつもは出さないんですよ。寄せてこなきゃよかったっていうね。今日沖縄でちょっとちょっともう見しとけですよ。アムロちゃん、アムロちゃんって言われてるんだから、ちょっとやっぱここは嫌です。それはしゃあねえ。いや、もうアムロさんを打ちた方がいいんですって。堂々とちょっと発表の、いや、私が今家で動画見てたら、お前胸なんかいいんだ、アムロちゃん打つせって思いますから。もうちょっともうアムロちゃん、もういいの。いいんです、いいんです。もうずっと見てたい。顔がすごい、もう握り拳ぐらいしかない。ちっちゃい、なんかね、すごい遠くにいるみたい。ちっちゃいからもう。そうでしょ、これものすごい近くに感じますからね。もう、じゃあ嫌なとこもあるんですね。はい、いっぱいあります。だって女性から見たらもうないやろ、完璧でしょ。完璧ですよ、多分安室さんとかアンパンコさんとかしないんだろうなとか思いますね。 あのね、ちょっとじゃあ紹介させてもらっていいですか。はい、はい、うちのアンパンコ、はい、沖縄でやった時はアンパンコ、沖縄、もうやっても安室さんの前で、沖縄ですか。すいません、アンパンコやった時、ちょっと失礼させていただいて、恒例になってますね、すいませんね。はい、はい、アンパンコさん。はい、やってまいりました、アンパンコです。はい、どうもありがとうございました。やってきてすぐ行きましたね。鉄の心臓だね、君。なんかね、ちょっとあの欲してる感じのコメントがありましたんで、拾っとこうかなと思ったんです。いや、しゃあない、しゃあない。つるりと行きましたね。いや、それはもうワイヤーハートやから大丈夫や。全然大丈夫。全然大丈夫や、それは。もう全然気づかないでしょ。もうツルツルですよ、まだ。たくましい。なんか鍛えたりもしてるんですか、アムロさん。ライブ前は、はい、やりますね。走ったりとかですか。ジム行ってトレーナーさんについてもらって、うん、で今年はちょっとそれも食事制限しながらやって、でツアーに出ます。はい、あんま食べないでしょ。食べます。すごい食べるので、はい、食事制限するときはすごい辛いんです。へ、食べちゃダメだって。何が一番好きなんですか。お菓子大好き。大好き。それでそのスタイルですか。大好きなんですよ。でちょっと食べるとすごいその栄養士さんにすごい怒られる。うん、いや、でも全然そんな太ってるイメージは全く想像できないですけどね。脱いだらすごいです。脱いだらすごいです。ちょっと今すっげえドキドキした。ドキドキした今。急に心臓速くなってる。ちょっと今の録画しといて。脱いだらすごいんです。いい言葉ですね。びっくりしましたね、今ね。ちょ、もうやめて。ゴリが視界に入るのほんまやめてもうていい。何が泣き止むんですか。ごめんなさい、この6人ちょっと帰ってもうていいですかね。なんでこっそり。いろいろ僕らも聞かせてくださいよ。脱いだらどこら辺が。いや、やめなさい。何が。座れ、やめなさい。いや、沖縄男の代表して俺聞かなきゃ。あ、そう、今着信音。いや、でも着信音にしたい。逆にちょっと肉がついてるってことでしょ。そういうところもあるし、つけなきゃいけないところもあるし、多分人によってやっぱバランスはあるので。へえ、うん、あるとこは。好きな食べ物は何なんですか。これ好き、一番好きみたいな。私何でも好きです。あ、そうなんですか。かわいい。かわいい。何でも好きですの顔。今の何でも陣内に変えてもらってもう一回言ってもらっていいですか。ダメですって。ズーズーしい。そんな、そんな私欲主義ダメですよ。ダメですか。ダメですよ。僕だっていろんなこと言わせますよ、そしたらもう。ダメですよ、はい、ダメですよ、はい、ケムロさん頭取ってくださいよ。ケムロナミエです。やめろ、ケムロナミエっていうの。Can you celebrate? 失礼だろ。ほら、ケレブレート売れるか、そんなセレブレートや。あ、セレブレート、すみません。あんな名曲を何ちゅうことするんですか。失礼しました。皆さん、すみませんね、カリウシの皆さん。とんでもないです。なんかもうないがしろしてしまって。いや、こんなほったらかしてもらえるのはやっぱり。もうしょうがないでしょ、これは。ちょっと見れてますもん、俺。もうしょうがない。だって、アムロちゃんとこうやっても会う機会ってもう多分ないよ、ニコニコ動画で。いや、もう一生のうちで二度と会えないかもしれない。僕、一度ね、一度お会いさせてもらったことあるんですよね、はい、おしゃべりはしなかったんですけど、はい、あの時はいや、もうプライベートですよ。え、うわ、アムロナミエやと思ったの。でその横にガクトさんおったの。うわ、ガクトや思ってなんで俺ここにおんねやろ思ってそうですね、なんでいらっしゃったんですか。でもその時は一言も喋れなかったんですけども。そうですね、こうして喋れて、いや、今日のニコニコ動画すごいよ、これ、うん、豪華ですね。いや、ほんまに贅沢。あんま出ないですもんね、テレビも。そうなんですよ、私すごい緊張しちゃって1年ちょっとぶりくらいに出ます。マジですか。それがニコニコ
コ動画ですか。すごい、だからいいんですか。え、ぶっちゃけ今日何本持ってるんですか、アムロさん。えだノーギャラ。ノーギャラですか。なんて出てくれたんですか。沖縄なので。あ、そうか。なるほどな。これは嬉しい。今の一言は本当に地元の人から聞いたらすごい嬉しいですよね。素晴らしい。本当にうちなんとかうちなんちゅうっていうので、ゴーヤ2本ぐらい差し上げますね。買います。自分で買いますから。自分で買います。もちろんゴーヤ2本。ソーキそばのほら、ソーキそば売ってたやんか、500円で。自分で買います。自分で買いますか。自分で買います。なんかプレゼントしたいです。ありがとうございます。気持ちだけで。いいですか、はい、沖縄だからいい音。はい、はい、もちろんです。いや、これめっちゃ嬉しいでしょ、皆さん。ねえ、いや、人増えましたね。人増えたよこれ。いや、帰った人ちょっと正直かわいそうやね。そうですね。せっかく、せっかくごん、でもね、残ってたからこんなラッキーがあったわけですからね。ね、もうみんなめっちゃ前来たからね。そうですね。そうね、ゴリテレビなんびくともせんかったよ、みんな。全然外でもう後ろで鼻落ちてましたよ、みんな。急に前来んだもんな。あのね、おアムロちゃんってお母さんでもあり、かっこいいアーティストでもありって、うん、ずっと第一線でやってきてるでしょ、うん、将来的にはなんか目標のビジョンっていうのはどういうところに置いてんのかなっていつも気になってんの。いや、もうどうなりたいんだろう、10年後の安室奈美恵はみたいな。でももう安室奈美恵っていうのを築き上げたから、あります？目標というか。目標は常にあるんですけど、はい、なんでしょうね。でもとりあえずいいものを皆さんにお見せしたいので、あ、まあ、体力が続く限りはとは思ってますけど。まだまだ歌って踊って、はい、知事選に出たりとはしない。しないです。ケムロナミエも視野には入ってないです。いや、忘れてください。ケムロナミエを忘れてください。でもちょっと気になってるかもしれない。いや、そう思うよね。そうそう。どう お休みの日とか何してるんですか。あのプライベート安室奈美恵はどういうことをしてるんですか。は特に何もしてないです。もうお家でゴロゴロして。家でもゴロゴロしてる感じですか。はい、なんか これをする時間がすごく好きな時間とかあるんですか。いや、特にはない。ゲームとか例えば DVD 見たりとか、うん、ないですね。別にじゃあ趣味はって言われても別に趣味ないんですよ。マジですか。はい。カラオケ行きました、アムロちゃんが。はい。何歌うんですか、1曲目。あ、とりあえず自分の曲は歌っとこうか。歌います。うわ、行きたカラオケ。あ、それいいな。行きたいですね。ねえ、うん、人の歌も歌ったりするんですか。はい、歌います。一番じゃあ一番好きな、ドリカムさんとか大好きです。ああ、聞きたい、ね、今度一緒に聞きたいけど、まあ、口が裂けても歌ってたら言えない。無理です。だからちょっと、あ、カリウシの皆さん歌ってもいいですか。あの、ね、早っ。決戦は金曜日が早いな。嘘です、嘘です。でもいろんな人からあのリスペクトされてるじゃないですか、うん、自分がリスペクトするアーティストとかっていうのは誰なんですか。私はあのデビュー当時にそのジャネット・ジャクソン の、うん、あのビデオクリップを見てすごく憧れて、歌いながら踊る人ってすごいなと思って、うん、で私も、うん、あのジャネットを見て私もこういう風になりたいって思ったように、うん、私を見てそういう風になりたいって思う人がいたらいいなと思ってずっと仕事を、うん、いや、いいなどころかめっちゃいますよ、うん、本当ですか。いや、僕女性で安室さん好きっていう人、まあ、女の子で僕の知ってる女の子は全員好きですから。本当ですか。女性が女性がね、周りの女性の周りの女性がね、なんか意味あるようなことやめてください。僕は今も何にもないんですから、安室さん。あ、そうですよね、もうすっきりされた感じ。すっきりしました。すっきりして、はい、去年の今頃はもう本当にもうどの賞が思ったけど、ね、陣内さん、去年の今頃は違う、似てるやろ。もう言うわ、離婚したんや。あ、言うてもったわ、もう言うてもったわ。初耳。知ってるやろ、知ってるやろ。あ、そうだったんだ。ちょうど1年やで。わあ、そう、ちょうどですよ。じゃあ、おめでとうございます。おめでとうございます。いや、本当ありがとうございます。傷も癒えた頃ですね。そうですね、1年経ちましたんで、本当にありがとうございます。やんちゃがもうちょっとこうググッとくる頃ですね。いやいや、もうやんちゃなんか全然もしてないんで。そうですか。はい。今度は Can You Celebrate ピアノで弾かせてもらっていいですか、僕が。そうですね、自分で歌いますんで。はい。Can You で誰と歌うんだろう、次。楽しみだな。いや、だって Can You Celebrate も結婚式の歌ですもんね。そうですね、今度本当にぜひ2度目の時は。いいんですか、僕がピアノで歌っても。あ、いいです。あ、私ちゃんと歌いに行きますよ。マジっすか。聞いた、聞いた、聞いた。ちょ、ほんまですか、室さん。はい、歌いに行きますね。いや、これマジでちょっともうほんまですよ。はい。うわ、めっちゃ嬉しい。
僕らじゃあ後ろでちょっとエンジョイプレイさせてください。キャニオンセレブレイトコラボレーションでね、みんなでコラボ、いらんわエンジョイプレイ。もう時間ないの？いや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 、やっていややって、あと1分もうええやん、延長しようよ、ね、あかんの、ね、なんでよ、ええやん、もうそうだ、嫌だ嫌だ、だんだんこねないでください、嫌や、延長嫌やって、あかんの、なんで今日未成年の方もいらっしゃいますから、もう帰って帰って、みんな帰って帰って、もうみんな帰って、未成年帰って、マジでもね、帰らないとダメらしいんですよ、はい、なんか残念なんですけれどもね。いや、安室さん、ぜひ今度来てくださいね、はい、本当ですよ、はい、ぜひ待ってますんで、はいはい、本当今日はありがとうございました。ありがとうございました。いや、もう延長したかったんですけども、どうしてもダメということで、かりゆし58の皆さんも、はい、すいません、なんか話半分で聞いてもらって、いやいや、もういいですよ、もうまたお願いします。ありがとうございました。そしてかりゆし強い、本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお気をつけて帰ってくださいね。ありがとうございました。はい、ということでまた来週です。安室さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。